はい、ハンマ岩尾先生です。ハンマ岩尾先生の FX の指標投資方法という指標でみたいなかというようなことでね、私の FX の投資紹介します。バイナリーオプション形式と似てるんですけれどね、ちょっとこういうこうやっていて、今日はこうですね、30日、11月30日、最後ですね、今月は。でね、ここに勝率 70.00% で、8640ラインね、これね、5分なんで3ヶ月前ですね。3ヶ月間で10回取引がありますってね。わかります？で、平均利益は121ピップスなんです。1.3 ピップスね。で、一応分析データは 60% 以上、10個以上の取引、100ピップス以上、1回のシグナルですね、この利益ね。これ負けてるわけですね、このシグナル。これ半日トレード。これは勝ってるんですね。わかります？ FX で稼ぐにはこれだけなんです。これね、シグナルが来ました。でここで決算します。これシグナル出ました。ここで決算します。これは負けですね。これも負けですね。ね、でこういうのが今10個だけあるわけですね。これトータルでどんぐらいの利益かというと、平均1回の利益は 121.3 ピップスなんですね。これは勝ちですね、こうね。これ今ね、シフト48、5×48 って12時間なんです。5分でしょ、これ。5分レンジなんですよ、これ。これね。5分、15分だってください。あ、15分なんですよね。15分レンジなんですよ。いろいろ通貨国があって、この取る投資数だけ、シグナルが出た。で、ここで決算する。12時間後決算する。シグナルが出た。12時間後決算。これは負けですね。で、ここだ。こっちの負けの方が多い。で、これシグナル出た。ここで決算させる。これで勝ちですね。シグナルが出たら、こうですね。決算。で、平均どんぐらいのピップスで稼いでるかというとね、これね、こういうのあるんだけど、こっからこの幅が、の平均がね、121ピップスなんですよ。ね。トータルで121だから、ね、わかります？実際の利益は121、いや、間違った。ね、実際はですね、121.3 掛けごとの10回ね、3ヶ月間ではね、この通貨国は1213ピップス稼げてますと。 0.01 ロットだったら1200円ですよ。1ロットだったらね、0.01 の100倍でしょ、12000円ですか、113。またそのさらに10倍だって、16ットとかね、うん、稼ぐ量多くなるんですね。ちょっとこれシグナルね、こう送っとくんだけど、このようにね、インジケーターでこの稼げるロジック戦略と投資数ですね、を求めるんですね。このインジケーターは、30兆円ぐらいの値段しますけれどね。30兆円ぐらいしますけど、表示も秘密になって表示されてませんけど、30兆円ぐらいです。予算がね、一人当たり。だから、
そういうその優れたインジケーターを持ってること、開発することですね。30兆円ね、このインジケーターは30兆円ぐらいですね。で、この楽にこのシグナル出て、これやるだけですよ。シグナル出たら次で、これ15分でしょ。で、こっからここは約12時間なんですね。12時間で決まっちゃうわけです。このシグナル出て12時間をここで決算させる。その通りに決算しますと、平均 121.3 ピップス儲かってますよと。で、実際はそんなに稼げません。この3分の1になりますから注意してください。実際3分の1です、これ。121ピップの3412だから40ピップスしか稼げません。気をつけてね。40ピップスしか稼げません。これ3ヶ月前からね。で、勝率 70% の負けたり勝ったりするわけね。これ勝ちだけど、これ負けでしょ。こんな上がっちゃってるのね。これ負けです。ね、わかりますね。ちょっと前は。これは勝ちですね。盛大ね。まあそんなことでちょっと広げられませんけど、全部ね、戻っちゃうんですね、これね。で、このように勝率のいいと平均ピップスのいいので投資していくんですね。FX の投資それだけですね。これだけで、この通り投資していくらもう億万長者です。簡単。お金稼ぎ簡単ですよ。ただ、大学の理数系卒業してください。プログラムが必要です。それで、これ作っても、この売り値が30兆円ですから。ね、日本の大会社、いくつも買えますからね。このインジケーターだけでね。ね。そんぐらいお金が必要になりますから。保証はできない。まだわかんないね。今のところ、今度これで稼げるかなということで、これから私投資するんですけど、このようにね、インジケーターなんだけどね。まあ、分析させてますけどね。今のところ1個しか出てないね。稼げる通貨。70% でしょ？ね。ということですね。どうもありがとうございました。